はい、こんにちは。今日は前回購入品紹介でご紹介したセリアのこちらですね、5番の刺繍糸を使ってちょっと秋冬カラーのお花を作ってみました。もうこのセリアの刺繍糸、本当に一言で言わせてもらうと大変優秀で素晴らしい刺繍糸だと思います。お値段もとても安くて、25メートルも入ってて100円で手に入るなんてすごいなと思います。こういう光沢感も綺麗なんですけど、これ100円でいいのかな。もうまた売ってたら買いに行こうと思って、この間また行ってきたんですけど、もう売ってなかったんですよね、売り切れで。この前行った時にある分買ってしまおうと思ったんですけどね、他にも使いたい人がいたらいけないと思ってちょっと遠慮したのをちょっとだけ後悔してますで、やっぱり他にも欲しかった方がいらっしゃったってことなんで、まあ良かったかなと思うんですけど、また入荷してたら買いたいなと思う品物の一つです。色もすごい可愛くて、多分これ全色じゃないんですけど、この間手に入った分だけ全部色編んでみたんですけど、全部可愛いんですよね。なんかちょっとくすんだカラーで、全部材料は皆さんが手に入りやすいように100均の材料にしてみました。ヘアゴムとかにしても可愛いですよね。髪結ばない時にこう手につけててもすごい可愛いかなって思うんですけど、全然捨て色がないんですよね。全色可愛くて、じゃあ今日はこの黄色カラーのお花の作り方を説明していこうと思います。そしたらまず必要な道具なんですが、はい、いつも使用しているレース針ナンバー8番9ミリのものを使いました。ちょっと一旦お花を避けておいて、レース針とあと糸切りバサミですね。切りバサミとあと後ろの処理で手芸用の速乾ボンドも使いました。あとはビーズを通す時のビーズ通し針とはとじ針、でもしこのお花をこうヘアゴムとかに加工するのであれば、ここにちょっとないですけど接着剤、あ、私の大好きなゴリラグルーを使って接着していこうと思ってます。ちょっとヘアゴムにするかブローチにするかでちょっと悩んでて、販売するときにその方のご希望に合わせてつけるっていうのでもいいかなと思ってます。と後ろの処理なんですけど、後ろが
フェルトで処理をしていて、これは前々回の動画でちょっと失敗ですって言ったビーズトレーに使った縫わずに貼れるっていうシールフェルトを使用しました。シールフェルトにこう丸を書いて切り抜いていったんですけど、その丸を書くのに使用したのがこちらの、どこで買ったんだったかな、ダイソーだったと思うんですけど、ダイソーで購入してこの15ミリかな、15ミリの円のところを使うようにしました。ではまあ編んでみてこう後ろ向けてもらって帰って合わせていってもらったらいいと思うんですけど、だいたい15ミリかなと思って15ミリにしました。まあ丸描くの上手な人はこれはいらないかなと思うんですけど、一応材料はこんなところですかね、材料じゃない道具はこんなところですね。よし、じゃあ次は使用した材料なんですが、とお好みのセリアの5番の刺繍糸、何色でもいいです、全部可愛かったんで好きな色を購入して使ってもらえればと思うんですけど、5番の刺繍糸と、あとこれだけが今現在手に入らないっていうのがこちらの15ミリのくるみボタン。こちらはですね売ってないんですよね。20何ミリとかだったら売ってるので、この芯をちょっと大きくしても可愛いかなって思うので、ちょっと大きめにしてみようかなっていう方はダイソーとかにもこれの一つ大きい22だったと思うんですけど、20何ミリみたいなのは確か売ってたと思うので、そちらを購入していただいてもいいかなと思うんですけど、好みのくるみボタンの芯と、あと使用したこの芯に使用したビーズがと、こちらキャンドゥの大好きなビーズ、マルショービーズクリームっていうものと、あとこちらの黒のビーズもキャンドゥのマルショービーズです。黒、なんか今東宝のビーズがダイソーにもキャンドゥにも売られ始めていて、このビーズがなくなってしまうんじゃないかとちょっと恐怖に駆られていますが、今のとこまだ売られていたので買ってきました。で芯に使うレース糸が、こちらはセリアにもダイソーにも似たような色が売ってると思います、40番のレース糸と、黒も40番のがあったらいいんですけど、ちょっと私見つけれてなくて、これはガマ口の時にも使用したラメの入った、これはちょっと太いんですよね、白のよりもちょっと太いんですけど、目立たず止めるのでいいかなと思って、こちら黒のラメ入りのレース糸を使用してます。でお花の部分の材料はこのぐらいなんですが、もしあのなんだヘアゴムとかにするのであれば、こう土台付きのヘアゴムが2本入りとかでダイソーとかにも売ってるので、こんなものか、もしくはもう長いゴムを購入してもらって自分でこう
くっつけて、で土台の部分は別で買うっていう形でもいいと思います。このアンティークカラー好きなんで、私は別個で購入してきました。ラーセリアのものですね。4個入り、他にもシルバーと、シルバーは買わなかったんですけど、ゴールドは買ってきました。でピンとかもダイソーに10個入りとかで売ってるので、ここにつけてもらったらいいかなと思います。そしたら早速作っていきたいと思うんですが、塩は水で簡単にどんな感じで作るかっていうのはご説明しておこうと思います。と花の方なんですけど、作り目は8つで作っていきます。8つで、で細編み2目編み入れるので増やし目をしていってもらって、で1つ目の細編みに引き抜き編みをしたら12鎖編みを編みます。で裏山3つ目のところに長編みを編み入れてもらって、長編みを 1,2,3,4,5,6,7,8 編んでもらって、最後の9つ目のところは細編みで、でまた同じところに引き抜く、で次の目は引き抜き編みっていうのを繰り返して8つ花びらのこの内側の芯になるところを作っていきます。で次に引き抜いたところ細編みで、そこから細編み3つ編んでもらって、次は中長編み2目で長編み5つ、鎖編みになったループのところに長編み4つ編み入れてもらって、また次から長編み5つ中長編み2目で細編み3つ編み入れてもらったら、次に引き抜いたところにまた引き抜き編みをするっていうのもまたずっと8回繰り返して、お花の部分の花びらのところは完成になります。で芯のところは、こちらは 15mm の芯を使った場合っていうものなんで、もし芯の部分を大きくするようだったら、こう増やしていってもらったらいいんじゃないかなと思うんですけど、作り目は5つで、と5段目まで普通に円の編み方でビーズを編み入れながら増やし目していきます。ここ5段目までですね。で5段目まで編んでもらったら、次の目はそのままの目数でまたビーズを編み入れながら6段目7段目も編んでいきます。でビーズを編み入れるのは7段目までで、次からは後ろをこう減らし目をしながらこう編みくるんでいくような形になるんですけど、減らし目、細編み細編み細編みっていう形で目を減らしていって、で次からはどんどん減らしていくっていう形で細編み2目、次はもう引き抜き編みをして終わりっていう形なんですけど、もし22とかってなったら、ここの5段目までの円の編み方を6段目まで円の編み方にして、そこからまた目数減らさずに2段編んでっていう形でどんどん増やしていってもらったらいいんじゃないかなと思うんですけど、基本的には円の編み方で必要な段数編んで2段そのままの目数でもう一度編んでもらってっていう形
にしたら可愛く仕上がるんじゃないかなと思うので、そのあたりは調整していただけたらなと思います。はい、したら早速作っていくんですが、このままだとちょっと絡まってしまいそうなので、私は糸巻きにあらかじめ巻き取りました。糸巻きでなくても洗濯バサミとかこう紙を丸めたものとかでもいいと思うんで、とりあえず巻きつけられる何かに巻きつけてもらったらいいんじゃないかなと思います。したらこの緑の色がとっても好きなので、こちらの刺繍糸を使ってお花をまた作っていこうと思います。はい、したら編んでいこうと思います。まず輪っかを作っていただいて、立ち上がり作り目8で細編みを輪の中に8目編み入れていきます。引き締めていきます。はい、輪が引き締められました。したら後ろから数えて1、2、3、4、5、6、7、8、8つ目の目に針を入れてもらって、引き抜いて立ち上がりしておきます。さあ、ここから増やし目で1つの細編みに細編み2目ずつ編み入れていきます。最初の目ところだけちょっときついんで、あれですけど、1、2、3、4、5、16と2段目を編んできました。したらまた引き抜いて立ち上がっておきます。で、ここから花びらを編んでいくんですが、鎖編み2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12と編みます。この時の注意点なんですけど、心持ちちょこっと緩めで編んでもらったらいいと思います。で、ちょっと編み地を倒していただいて、フックのところから数えて3つ目の裏山
いこうかな。三つ目の裏山に長編みを編み入れていきます。よいしょ。ここからは裏山に長編みを8つ編み入れていきます。8つ長編みを編み入れてもらったら、最後の目には細編みを編み入れていきます。そして同じ出てきたところと同じ目に引き抜き編みをします。で、次の目も引き抜き編みをしていきます。の引き抜き編み忘れやすいので注意してください。これで一つ目の花びらの芯が出来上がりました。これを8回繰り返していきます。次の目に引き抜いてもらったら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、あとは一緒です。8回繰り返したところで、また今度は外側を編んでいきます。はい、8個花びらの芯を編んできたところです。そしたら根元の引き抜き編みのところに入れてもらって、細編みを3目でいきます。2、3、次は中長編みを2目、2目、次は長編みを5つ
長めが編めたら、この先は鎖編み3つのループになってます。そこに4つ長編みを編み入れていきます。緩かったかな。1、2、3。4つ編み入れました。次はまた長編みを5つ編んでいきます。1、2、3。編みつつ編めたら、今度は中長編み1、2目編み入れていきます。2、次は細編み3目で、次の目に引き抜き編み、よいしょ、していきます。で、花びら1つ完成しました。繰り返しになります。はい、編めてきました。したら始末していきたいと思います。したら糸の場所でカットしてもらって、今ですね、2個同じ糸でお花編んできたんですけど、残りまだのぐらい残ってますね。3つ目はちょっと厳しそうですけど、ちっちゃい何かだったらまだ編めそうですね。そしたら、ここの中心まで持ってきて、後ろに出してくびろうと思います。何針かね、適当に作ってもらって、で後ろに回そうと思います。ここで初めの糸と送っておきます。よいしょ、はい、ただこの糸は切らずに置いておいてください。中心のこちらのビーズの部分を